怪獣映画を題材にスタチューを作る。純粋にキャラクターを立体化するということは当たり前であり、プライマースタジオが表現したいのは映画全体から醸し出される緊張を含めたスペクタクルです。いやー、やっと日本のゴジラを作れるって感じでしたね。たくさんの根強いファンの方がいるコンテンツですから、ファンの方を裏切らないものをお届けしたい、という緊張感もありますね。ゴジラマイナスワンで描かれているゴジラは怖いゴジラ。その怖さを立体化するには、予告でも描かれている市街地が破壊され人々が逃げ惑う銀座襲撃のシーンが最も適したモチーフでした。ジオラマに盛り込まれた服部時計店ビルは、劇中でのこのシーンを印象付ける重要な要素の一つです。こちらはセイコーグループ株式会社様に正式に制作許諾をいただき立体化しました。ゴジラの足元を逃げ惑う人々は恐怖に駆り立てられた表情をしています。すぐそばまで迫っている巨大なゴジラの足との距離感もまた緊張感を醸し出していますよね。爬虫類の流れを組んでいるような姿のハリウッドゴジラに対して、今回のゴジラは胸部や腕周り、太ももの筋肉がかなりがっちりとついているため、そもそものルーツが違うという認識で制作を進めました。背面側を下から見上げた時に、ちょうど映画のポスターのイメージになるように調整しているのですが、お分かりでしょうか。前からだけではなく、様々な角度から楽しめる作品に仕上がったと思います。これはぜひ現物を見てほしいですね。LED をつけて人間の目線の高さからゴジラを見上げてほしいなと。あのシーンを劇場で見たとき息を飲んだ人は多いと思いますが、きっとまたあの時の感覚が蘇ると思います。特にゴジラの目は調整を重ねたポイントです。今回は初めてレンズを使用しました。これによりゴジラの瞳にほんの少しの立体感を与え、吸い込まれるような質感を生み出しています。会場での戦いや電車を加えるシーンなど、瞳が見えていることでより恐怖を感じた印象がありましたが、その劇中の雰囲気に近づけられたという自信があります。